ケイティ・テイラーは、アイルランドウィックローケン、ブレー出身の女子プロボクサー及び、元サッカー選手。現4団体統一女子世界ライト級王者。現 WBO 女子世界、スーパーライト級級王者。世界2階級制覇王者。元アマチュアボクサーの父からトレーニングを受けて12歳から、ボクシングをはじめジュニア年代で活躍。アマチュア時代2005年欧州選手権ライト級で、 金メダルを獲得。世界選手権ではベスト8となった。2006年は欧州選手権2連覇を決め、世界選手権で金メダルを獲得した。2007年も欧州選手権3連覇を記録。2008年は世界選手権2連覇で、アイバボクサー・オブ・ザ・イヤーも獲得。2009年3月21日、ダブリンのオーリアリーナで行われた。 プロボクシングの WBA 世界、スーパーバンタム級タイトルマッチバーナードダン VS、リカルド・コルドバ戦の前座に出場。パンアメリカ王者のキャロライン・バリーと対戦し、27から3の大差で圧勝した。2012年5月、世界選手権に、ライト級で出場し、優勝。4連覇達成。2012年8月、 女子ボクシング初採用となる2012年ロンドンオリンピックの開会式ではアイルランド選手団の騎士を務めた。本大会ではライト級で金メダル獲得。2014年11月世界選手権にライト級で出場し優勝。5連覇達成。2016年5月世界選手権にライト級で出場し準決勝で敗退。 6連覇に失敗した。2016年8月、リオデジャネイロオリンピックに、ライト級で出場し、準々決勝で敗退。リオオリンピック後、プロ転校。プロ時代2016年11月26日、ウェンブリーにて、カリナ・コピンスカで3回58秒 TKOO、勝ちプロデビュー。2017年10月28日、カーディフで、 WBA 女子世界ライト級王者のアナイエステル、サンチェスに挑戦する予定だったが、前日計量でサンチェスが体重超過したため計量失格となり、テイラーが勝てば王座獲得、サンチェスが勝てば王座が空位になる条件で試合を行い、10回判定勝利でプロ転向7戦目での王座の獲得に成功した。2018年4月28日、アメリカのバークレイズセンターで、 IBF 女子世界ライト級王者のビクトリアのエリア、ブストスと対戦し、10回判定勝ちを収め、2団体統一に成功した。2018年6月5日、父親のピート・テイラーが、アイルランドで経営している、ボクシングジム内で拳銃で撃たれ、重傷を負う。この発砲事件で一人死者が出ている。2019年3月15日、WBO 王者。 ロセボランテに9ラウンド1分に40秒 TKO、勝ちし、WBO 王座を奪取。同年6月1日、アンソニー女子は対、アンディルイス・ジュニアの前座で、WBC 王者、デルフィーヌ・ペルスウーンとの統一戦を行い、2から0の判定で4団体王座統一を果たした。同時に、リング氏初代女子ライト級王者として認定された。2019年11月2日、 WBO 女子世界、スーパーライト級王者のクリスティーナ・リナ・ダテュと対戦し、10回判定勝ちを収め、2階級制覇に成功した。2020年5月2日、アマンダ・セラノと対戦が決まっていたが、新型コロナウイルスの影響で試合延期になった。ピーモント・ユナイテッド・ LFC に所属、2010年度までミッドフィールダーとしてプレーしていた。 2010年度のファイアンブロインターミディエイトカップでは決勝戦に出場した経験も持つ。U-17、U-20 のアイルランド代表にも名を連ね、2009年度までアイルランド女子 A 代表で司令塔としてチームを支えていた。ありがとうございます。